はい、えー、情熱指導課マイピーですえっ、ー、と今日もですね、えー、マイピーが電車の中でやる、えー、マイピー式体感、えー、釣り屋を使った、えー、マイピー式体感ということでお届けしたいと思いますもちろんここの電車の中じゃないので釣り屋はありませんということで、えー、せ前回は鉄棒を使ったんですけど今回はこういう網目のネット上に えー、掴めますのでこれを釣りりととイメージしてやりたいと思い思ますで前回はですね、えー、普段右手を使ってる、えー、釣り輪の持ち方を左手で持ってみましょうと,ということで持ち方を変えたりとか、えー、普段持っている右手の使い方についてお届けしたと思うんですけど、えー、今回はですねこの例えばあの右手でも左手でもいいんですけど持ち方ですね。通常 何気なく無意識でで持持つつととこういうふういに持つと思うんですね親指を1本だけ下側に回してあとはあの上4本でこういうふうに持ったりですねこれが大体あの何も考えずに無意識でやった時の釣り輪の持ち方じゃないかなと思うんですけどそれをあの例えばこういうふうに1本だけですねにしてみたりとか2本だけにしてみる。あるいは 3本だけで反対側から見た時にはこういうふうになってるんですけど4本だとこうですね3本2本1本ですねこういうふうにでこれを例えば親指だけでこういうふうに逆に親指だけでこういうふうに持ってみるっていうこともありですねこういうふうに持ち方が変わるだけでもこうやってこう普段は4本の指を使ってうまくバランスを取ろうと。 揺れる釣り場だったり体をバランスを取ろうとしているところを今度は1本で取ろうとするのでこの1本にかかる負荷っていうものが変わってきますね。でここだけでで支えようとするので この他のの他指指下側ででもバランスを取ろうとしてるんですね力が入ってないような感じなんですけどもちろん一番エネルギーがかかってるのはこの1本かもしれないですけどあの下の指にも必ずです、ね、こう支えたりしようとするバランスを取ろうとする力は働いてるんですねなのでこういうふうに持ち方を変えてみるっていうことですねがまず一つ言えますで今回はこの腕だけじゃなくて足元もですねえー、っと頻繁にこうやって つま先立ちしてると他から見てるとこうやって変な動きばっかりしてるように見えますので、まあ、例えば5秒に1回とかにフッと上げて下げるとかそうでなければそうでなければフッと5秒間上げ続ける12345ですねでまた下ろすっていうふうにあの指,指での持ち方、えー、に加えて。 足の上げ方ですねで上げたときに例えば今かかとを上げるっていうやり方をしますのを、えー、かかとを上げずにですね足をこういうふうにこういうふうに中の方に前足を中の方に入れたりしますであるいはこういうふうに後ろにやったりしますこれだけでもですねやっぱりこう片足で通常は両足で両足2本と腕1本で支えているところを今度は足1本でですねあと 支え腕と足一本でですね普段とは違うやっぱり体の支え方になってきますのでこういうやり方も、えー、1つ考えられますねただあの足をですねこうやって上げたり下げる分に上げたり下げたりする分に関してはあの周りとの影響というのもあんまりないと思うんですけどあの足を前後させたりとかですね こういう動きの時はですね、周りにやっぱり満員電車の中だとあの必ずやりにくくなりますので、そこら辺はですね、まあ、状況に応じて好き具合に応じてやってみるのがいいといいのかなと思います。で、今日最後にですね、もう一つ言えることが、普段は例えば腕の位置がここにあったらそのまままっすぐのラインにから左肩、これ左手ですね。左手がこうだとそのまま左肩がそのまま真下に来るような位置にあると思うんですね。それを今度は ちょっと中に入ってみる。わかります。自分の体の中心に。釣りは輪,輪っかを持ってくるんですね。そうすることによって、通常はこういう風になっているのを、今回こういう風に持つようになります。それによってバランスの取り方がすごい。あの、普段とは違うかか負荷のかかり方がしますので、バランスもですね。あの取りづらくなります。だから取りづらい状況の中で、自分の体重をこう支えるように。 こう揺れを支えるようになりますので普段とは違う体の使い方が、えー、できてくるようになりますそういうふうにあの腕だけじゃなくてですね体の位置も少し変えることによってちょっとしたところで、えー、楽しめるマイピー式大会になります。ということで今日はまた盛りだくさんとお届けしました。ありがとうございます